イーダイ・レーネ・ダルセルは、オーストリアの女性。ファシズム運動の創始者ベニート・ムッソリーニにとって、最初の妻とされる。その存在は、長男ベニート・アルビーの、ダルセルと共に隠蔽されていたが、2009年に、公開されたマルコベ・ロッキオ監督の、愛の勝利をムッソリーニを愛した女で一般に、知られるようになった。1880年の8月頃、 オーストリア・ハンガリー二重帝国のチロール軍にイーダイレーネダルセルとして生まれる。チロルの南側にあたるトレンティーの地方最大の都市、トレントから少し離れたソプラモンテ・デス村長を務める、父に育てられた。ブルネットの髪を持つ美しい女性に成長すると、イーダは美容関係の仕事を希望してフランスのパリに留学し、東洋風のマッサージなどの美容健康法を熱心に学んでいた。 28歳の時、イーダは、故郷のトレントで、イタリア社会党の若手政治家だった3歳下の、ベニート・ムッソリーニと知り合った。元教師でイタリア語と、ドイツ語の双方を話せるムッソリーニは、イタリアとの領土問題を抱えていたチロルに送り込まれ、現地で、親、イタリア、反オーストリアの記事を執筆していた。2年後にムッソリーニは祖国に戻り、イーダも後を追うように、 隣国イタリアへ移り、経験を生かして、北イタリアの大都市ミラノに、フランス式サロンとして、マドモアゼルイーダの東洋風健康法と、美容サロンを開いて、マッサージで生計を立てた。1913年、33歳のイーダは、イタリア社会党の党機関紙、アバンティの編集部に広告を載せたいとして訪れ、そこで、ムッソリーニと再会した。帰国後のムッソリーニは、 イタリア社会党の求新派や若手党員を率いて指導部を刷新し、ルーチェのあだ名で呼ばれるほどの人物になり、アバンティの編集長を務めていた。再会してすぐに両者は愛し合う間柄になり、世界大戦の最中である1915年にムッソリーニの長男を出産、子供は夫の名と合わせてベニート・アルビーノと名付けられた。この頃、社会主義から、 民族主義へ思想の軸足を移したムッソリーニはチロルなど未開周知の併合を主張して参戦論を解き社会党を除名されていた。さらにイタリアが大戦に参戦すると責任を果たすべく軍に志願するなど人生の大きな局面を迎えていた。出生するムッソリーニにイーダは結婚を求めたが拒まれ長男もダルセル家のベニート・アルビーのダルセルとして育てられた。 1915年12月、ムッソリーニは、教師時代の教え子で同郷の生まれであるラケーレ、グイーディと結婚した。イーダに二重にショックを与えたのは、ラケーレが1910年に、フォルリで、ムッソリーニの長女、エッタを産んでいたことだった。非生活で、多くの女性関係を持ち、そのことを隠す考えすらなかったムッソリーニにとって、イーダは一人の女性でしかなかった。だが、 イーダの心は深く傷つき、次第に心を病んでいった。対戦を経て、ムッソリーニの政治的な活躍はますます広がり、社会主義と民族主義を源流とする新しい政治運動として、ファシズムを掲げ、退役兵をまとめ上げて、国家ファシストとを決闘して議会に進出した。1922年、ローマ進軍によって国王から組閣を命じられ、1924年に、 独裁性を抗原し、1929年に国家ファシスト等の一党支配を確立して、イタリアに全体主義国家を作り上げた。一方、私生活については、ユダヤ系イタリア人の作家マルゲリータ・サルファティ、ローマ教皇長交官の子女くられたペタッチラと、浮き名を流しつつも、ムッソリーニが出会った女性の中でも唯一彼を繋ぎ止められたラケーレとの結婚生活は続いていた。 頑固な田舎の百姓女であるだけでにはムッソリーニも頭が上がらず、エッタを含めて三男二女を儲けている。そして別の意味でもう一つの例外というべき女性がイーダだった。彼女はムッソリーニが何者となろうとも誰と愛し合おうと決して諦めず、我が子ベニート・アルビーノの認知を求め、あらゆる場所や機会で自分こそがベニートの本当の妻であると徹底的に訴え続けた。 あらゆるムッソリーニの愛人を押しのけ続けた気の強いラケーでも、イーダに関しては、あの狂ったオーストリア女として手を焼いていた。第一次世界大戦時に長女に続いて、ムッソリーニの長男ビットーリオを出産し、正位軍人として、夫が治療を受けていた病院に見舞いに向かったところ、長男アルビーノの認知を求めるイーダと鉢合わせして、掴かみかかられたという。 イーダは10歳年下のラケーレに向かって、私がムッソリーニの妻よ。私だけが彼の傍らにいる権利があるんだから、と言って病室から追い払おうとし、怒ったラケーレもイーダを張り倒して、病室で殴り合いになった。全身包帯姿のムッソリーニは、なんとかベッドから二人の妻を仲裁しようとしたが、止められず、あと少しでラケーレがイーダを絞め殺すところで、看護婦たちが駆けつけたという。 イーダは、打算や理屈ではなく一種の狂気と復讐に、突き動かされており、時に蒸気を逸した行動もためらわなかった。国家ファシスト党の党機関士、イルポポロディターリアの中庭に訪れては、卑怯者、豚野郎、人殺し、裏切り者。と、大声でわめき、ファシスト党員の集会に現れては、同志の皆さん。これが、ムッソリーニの息子です。 彼は私を誘惑した後、私と子供を捨てました。とアルビーノを掲げで叫んだりした。1927年に教育大臣、ピエトロ・フェデーレが第一次世界大戦後にオーストリアから割動されたトレントを訪問した際、例によって政府関係者の集会に乱入して、フェデーレにムッソリーニへの怒りを飴き散らした。扱いかねたムッソリーニは、ついに彼女を、 精神病患者として抗菌することを決め、名の家に滞在していたイーダを国防義勇軍の部隊が連行して精神病院に収監した。1937年第二次世界大戦直前にイーダは脳内出血により57歳で病没した。残された長男ベニート・アルビーノについては諸説あるが、 ムッソリーニやその弟で、アルビーノのおじにあたるアルナルド・ムッソリーニらによって、母親から離されて育てられたという。1931年、母の故郷、ソプラモンテに住む党員の養子となり、鳥の県にあるモンカリエリという町で教育を受けている。後年に海軍に志願して従軍しているが、1942年に27歳で死没したという。経緯は現在でも、 明確には分からず、母と同じく精神病院に収監されて、監視の中で病没したとも、戦場で、ソリーニに子として、勇敢に戦死したとも言われている。ありがとうございます。